ノビタルクは、約3万4千人の人口を持つ南ポーランドの町であり、ポトハレ地方の歴史的な中心都市である。ビアリー川とチャーニーダナジック川の合流点で、ゴーツェイサンの谷のふもとに位置する。西安な教会市民墓地を見渡す木の教会である。地域の言い伝えでは1219年に発見されたとあるが、起源は15世紀である。はじめに、 ゴシック様式で建てられ、後にバロック様式の祭壇と絵画、ロココ様式の説教壇、18世紀のオルガンと首郎といった他の特徴をなすもので修復、再建された。アレクサンドリアーのカタリナに捧げられ、カジミエシュ三世によって1346年に建てられた。現存する教会ではポトハレ地方で最も古い教会である。教会は、 たくさんの火事と軍の攻撃によって、損害を受け、後に再建、修理された。多くの箇所は、火事で失ったためレプリカであるが、内部、特に祭壇台と奨励廃道は、バロック時代の特徴を残している。聖カタリナの絵画は1892年より、メインの祭壇台にある。ミチスロー・アダム地区、エトール、ジェイ・マイアスタ・ノーベ・ゴトルグ、P35。 パデロンスキー・トージースーツ・プラジー・シエル・ノック、1991、ミチスロー・アダムチク、エトール、オーパス、CIT、クエテッド・アフター、J、レイファックス、JI、ストラッチ・パドラ・ナオタースキー・ゴザ・ザ・ソドーンチ、アッチ・パス・プルイ・チッチ、P161、ワルシャワ、1931、アフィシャル・ンストランキー・ミスタケジア・マーク、 ケジアマーク SK2010 年3月1日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年2月8日閲覧ありがとうございます。